はーい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。ケイコレで、カリオンメス。三角再生戦法、アフレコ実況。というわけで、私です。なんだこれ、なんか変なのある。まあいいや、行きます。勝利。まあ、全国大戦で戦ってきたわけですが、このね、ちょっと四枚渓谷ウィズ食に軽く限界を感じっていうか、まあ、マフィアとかね、基本的に無理だなと、ちょっと思って、あとね、やっぱ開幕の伏兵処理がね、ヒーヒー言いながら戦ってるから、さすがにちょっと辛くなってきたんで、今、5枚渓谷 with5 に戻したんですけど、そのまま戻すのもちょっと味がないなと思っ、味がない味気ないなと思ったんで、ちょっとリージュをちょっと一回入れてみてっていう感じにしたんですけど、その、ね、変えた途端にというか、渓谷ミラーがあったりとかね、いやー、渓谷ミラーとかになるんやったら修繕のままとかにしておきたかったなーって、ちょっと、ね、まあ、しゃあないですねっていうわけです。でも、とりあえずもうそのまま、なんか、なんやろ、もう、正確だし、もうちょっとこの形で、まあ言うてちょっとね、微妙な形だなとは思ってはいるんですけどね。なんというか決定打に欠けてるというか。まあというわけでその形ですね。で、お相手の方がですね、はい、来ましたね。6枚トートンバラって感じですかね。バラっていうか、バラかな。で、綺麗も入ってですね、やりづらい形です。なかなかに。てか、トートン、はい。握りだと、本当に舞いづらい。というわけで、頑張っていきましょう。で、広角戦ですね。やばいですね。だいぶ、なんていうかね、私の戦績って、ね、ここ最近ね、連勝と連敗しかないような気がするんですね。なんだろうね、この感じみたいな。さあ、頑張っていきましょう。まあ、とりあえず開幕はね、これそう、これ失敗したんですね。これ、ゴリ、あれっていう。全然俺やらかしたー。これゴリ取るはずだったのに取れなかったんですね。ああまあなんかあれいつの間にかちょっとずれててーみたいなね。で孫作刺さっていく。やべえ。やべえ。とりあえず守りはするけれど、いやーもったいない。いやー、ここでゴリ倒せてたらだいぶ違う展開があったんだけどな、もったいないですね。で、まあ右はちゃんとね、天使に挑戦当てて倒せるからいいんだけど、これね、刺さるんだ。これ長槍だったのか？違うよね。これ刺さんないと思ったんだけどな。マジかーって感じでしたね。これはもうやらかしましたね。もうこの開幕はだいぶ辛いですね。しゃあないんで、無理やりこんなんしましたよ。すげえ無理やりだけど。やらざるを得ない。しかもサイティじゃないからサイティ叩けないしね。ちょっと、勢いよく攻めろ。やーん、つらい。でも挑戦、超慢性じゃなくて綺麗打ってない？まあまあ、もうそれはそれ。なめといてくれる。やむなしか。ナイラン取られる。もうこの開幕は惜しくないよ。もう待ってその取り返すっていう選択肢にほぼなくなるし、まあ、トートンがいる時点ではもう舞いづらいんで、ちょっともう押し込みで舞うかどうかもちょっと選択肢からちょっと外れてしまってますね。だいぶつらい。てかこれ今更だけど、なんか制圧の濡れる範囲ってこうやって周りに出てたんでしたっけ、今まで。なんかあんまり改めてこうやって来ると。まああったのかな。まああんま制圧、だから朝鮮みたいに制圧さんとかじゃないと分かりづらいけど、これ前から出てたのかな。なんか改めてこうやって見るとね。まあ、昔の動画とか見返してみるといいかな。ああ、これ庭園主にめっちゃ仕事されたわ。まああれもだから衝撃一発当ててやっとくぐらいの方が良かったんかもしれないね。やらかしましたね。とりあえず内乱戦を挑んでいくしかないですね。内乱戦っていうか制圧戦かもしれない。で、もう無理やり、無理やり行きましょう。もう、もう、
こういう戦い方しかないと。あんま美味しくないけどね。まあこのくらいだったら、このぐらいだったらまだいい。3枚の多勢だったら、まあそれでも11か、結構でかい。で、相手はまあこう来るかって感じですね。まあしゃあないんで、もうそやったらもう連環ぶち込んで、まあ全滅させようと。で、相手何で来るかって言ったら、相手も連環だったよね、確か。ですよね。綺麗。あー、そうか、制圧上昇ついてるから制圧高いんですね。なるほどね。まあ、とりあえずトートン倒せるからよし。で、まあ一応サークも復活したんで、なんだかんだで綺麗のあの攻めはある程度。で、これで制圧をとりあえず取って、とはいえなんですよね、グフォンが死んでしまうし。まあまあしゃあないんで無理やり工場取りに行くかっていう感じなんですよね。辛いけどね、とても辛い、正直辛い。辛いって言いながらやってますね。リチでキレイ止まんないよ。まあしゃあないんでどうするかっつったら毒かけるぐらいしかやることがない。辛いで、これでもう集体の構造も取れない、内乱取れるかなっていうぐらい、辛い、とても辛い。もう無理やり、とりあえず、あ、無理、でかい、こんな減るかっていうぐらい。いやー、こんなすぐ溶けると思わなかったんだけどな、ちょっとぐらい乱戦してもいいかなと思ったんだけどな。いやー、溶けちゃったな、リジュ。やらかしたよね。やむなしか。これはあかんやつですね。もう全然あかんやつですよ。いやー、全然まくれない全然まくれない。この程度の傷で、これはダメだ。あかんやつですね。どうやってまくりゃいいんだろうなって感じですね。やっぱ攻め手にかけますね。厳しい。マジ厳しいっす。トートン帰ってきたし、もうドドンつらいな。まあ、だいぶ前から帰ってきてもいたんだけど。溶けちゃうよ。無理だよ。攻めが切れないよ。どう攻めたらいいのかって感じですね。あ、もう無理。これはもう割と積んでる感じですけどね。もう苦しまれすぎるよね。まあここでトートンがね、まあ一応、まあ言うてよね、あの位置取りだといつでも帰れるからね。もうそのとこ止まっちゃったなんかもうどうしたらいいんだみたいなね。あー、死んじゃう、とんたく。あかん。いやー、強い、綺麗。強い。あー、でかい。あー、リージュが死んじゃうけど逃げてた。よかった。もう防戦一方すぎて何も言えないし、マメでももらった。城門じゃない、壁か、あれは。いやー、もうやることない。男の意地叩くかっていうと、それもまた微妙なしね。燃えるぜ。まあそれやったらもうせめてこの2部隊だけでも倒して終わりにしようかなってところですね。というわけで万有叩いて終わりかな。これは無理だっていうか開幕だよね。開幕、ほんま開幕よ。いやー、忖度刺さるし、いや、あのゴリをね、これなんでゴリあれやったんやろ。なんか俺
俺めゴリに当てに行ってたはずなんだけど、気づいたらただの前出しになってたからな。なんでやろね。ああ。私の力に。ウームって感じですよね。あ、グホンが孫作乱戦してればグホン死ななかったり、死なないでよかったけど、トートン倒したかったんだよね。倒せなかったけど。ああ負けてしまった。4連敗であっさり降格っていうね。あれみたいなね。まあしゃあないね。この形はだからちょっとね、やっぱないなって言いながらやってました。というわけでいきましょう。ほんほん正解。うん、まあ、指パッチのキレが悪いな、なんか。まあいいでしょう。いきましょう。まあだからね、この形はちょっとね、まあないかなと。やっぱ弓兵ある程度ね、今やっぱね、せっかく弓兵強いバージョンなんでね、ちょっと弓兵をね、多めにちょっと入れたい形で、だから前言ってたように、馬1、槍1、弓さんみたいな、まあ挑戦込みの弓さんにはなるんだけど、まあそんな形でね、行きたいかなっていう感じなんですよね。なんでまあそこは、まあ調整します。っていうかまあ、だからね、トートンとかもやっぱ持ってないんで、まあだからもうちょっとね、この弓兵バージョンで、まあ、バージョンっていうか、まあそうだけどね。で、ちょっとまあちょっとで、まあまあちょっとできる形をね、考えていきたいんですけどね。大獅子とトートンが手に入ったらって言いながらずっと手に入んないから。みたいな感じで、もんもするとこはあるんですけど。はい。まあこんな感じでね。まあまあトートンとマッチングする可能性が高いのはしょうがないんですけど、俺なんでこれ当ててないのみたいな。ちょっとびっくりしましたね。あれ寝ぼけてんのかな。まっすぐ出してるのね、当てにいかな。あーみたいな感じですよね。ボケてる。これもったいないね。ここでゴリ落とせてたら、もうちょっと違う展開あったんやけどね。で、ゴリ倒して、ね、で、その後グフォンが打ちつ踏んで、っていう流れで、もうこっちだとシュータイこっち行けたし。そしたら孫作がアホみたいに刺さることもなくて、だからまあちょっとね、孫作刺さって、もうやることないね、これはもう、ね、えぐいってなってます。これ長槍でもないの？これ刺さるんやな。刺さるか。俺このままこうやって潜らして、だから潜らした時に多分気持ちこう行こうとした時に、こうこれか、ぐいっ、この一瞬のちょいが、多分もうあの入りに逆に刺さりに行ったみたいになったんやろね、判定ですね。まあそういうことよね。これはもうだから全てここよ。この開幕が全てなんで、もうあとは特にないです。特にないかな、逆にこれだっていう、まあ、なんかやらかしたっていうとこあんまり。ここか、ここの20が死ぬ前にこれ、無理だ。この兵力じゃ衝撃撃っても死んでたわ。無理。死んでたね。死んでました。合わない、これは。でもね、まあ、連冠の打ち合いして、とはいえだよね、やっぱ武力的にね、攻めきれないんですよね。こういう藁タイプのデッキ相手にはなかなか攻めもしづらいし。で、ここはね、リズがそうね。なんでこれ、じゃあちょっと深く行き過ぎたのか。まあ確かに乱戦する気だったからなんだけど、このまま衝撃打った方が良かった。次一発、この後だって結局ね、相手の白ゲージまだあれなんやから、だからもうちょっとあれやったね。これしかもう一発もらっちゃうんじゃないこれ。だから下手くそでね、乱戦の仕方が下手くそやなーって感じだね。でも衝撃当てとくだけでもちょっと違っただろうにね。ここは反省やね。素直に反省。好きな。この孫作が途中で止まったやつとかよくわからんから、ここね。なんで止まったんやこれみたいなね。多分まあスリーブ動向じゃないと思うんやけどね。単純になんかもう頭がなんかなんやろ。脳がみたいな。バンバーンみたいな。まだだ。まあもうあとはもうとりあえずやることやっただけだよ、ね、やむなしか。好きなこの超慢性、これね斜めでまあずれても熱かったけど、ごめん、技術じゃねえかもみたいな。
はい、というわけでね、無事降格しました。無事の意味がわからんけど。まあ、というわけでね、ここからまた上げていこうかなって感じですね。一応ね、あれ、ちょっと前だよ。ちょっと前だよ。結構前か。あれこれいつだったっけな。でも一応4月入ってからだったっけな。覚えてないな。ごめんなさい。というわけでね、まあ一応ね、今4月なんで、4月中はね、まあちょっとね、言うても、まあちょっとお給料出てからなんですけど、まあ給料出てから、ちょっとガッツリやっていこうかなと。ほいわ。うわ、あくび混じりてんで、なんか全然説得力もない感じだけど。うん。ちょっとね、やっぱ武功もちょっと上げたいし、ちょっとね、一応ね、4月中に3品に食い込もうかなと思って、だから少なくとも3品回までは上げていこうかなと考えております。というわけで、頑張っていきましょう。あとはやっぱね、警告のね、これだっていう形をね、まあ一応ね、5枚警告 with 5のね、あの、修繕入りの、これに、まあ、リズと修繕が入れ替わった形は割と気に入ってはいるんで、しばらくそれでやっていこうかなーっていう感じですかね、やっぱり。はい、そんな感じです。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイです。